アメリカの日清食品超パスタアルフレッド、電子レンジ調理のノンフライ麺に液体微粉末ソース、かゆくがついています。麺は幅広の扁平で太いですが、コシはあまり強くなく、パスタというよりもうどんとラーメンの中間っぽい歯応えです。ソースは中途半端に乳臭く、チーズとかクリームっぽさはほとんどありません。代わりに変な薬臭さがあって食欲を失います。かゆくの乾燥野菜もパッとしません。食文化の違いというか、日本ではありえない味でしょう。